国家の重要な政策を統括する司令塔、国家戦略会議。6月4日、今年5回目の会合が開かれ、人材の育成などについて議論しました。まず第一に、教育システムの抜本改革につきまして、教育改革は次世代の戦略的な育成の上で極めて重要であります。今回、平野大臣からその改革に向けた検討内容について報告。その一つは、現在の633制という教育体系の柔軟化です。具体的には、小中一貫教育制度の創設や、高校を3年と固定せず、優秀な高校生が優れた才能を一層伸ばすことができるように、早期の卒業を認める高校早期卒業制度など、多様な教育体系による優秀な人材の育成を目指します。第2に、グローバル人材の育成に関し、2020年には若い同世代の約 10% の11万人が留学経験等を持てるようにすることを含め、近年、日本人の海外留学者数は2004年をピークに右肩下がり。こうした内向き志向は、国際競争力の低下へとつながり、ひいては経済が縮小する一因となっています。日本人が希望と誇りを取り戻すために、決して内向きに陥らず、世界に勇気する志を抱くことです。グローバル人材の育成や、自ら学び、考える力を育む教育など、人材の開発を進めます。と、就任間もない総理が述べた方針。今後、高校や大学での留学を促進するだけでなく、留学によって国内の入試や就職活動の波に乗り遅れるなどの支障が出ないよう、古川大臣を中心に検討を行っていきます。大学の秋入学等の取り組みの動きは極めて重要であり、政府としても今般の動きに呼応して、通年採用も含めた採用時期等の柔軟化など、可能なことから率先して取り組みを進めたいと思います。第3に、生活支援戦略の骨格について、生活保護の適正化は国民の制度への信頼を得るために不可欠であります。その信頼を得るためにも、今後小宮山大臣の下で経済的困窮者の早期把握などの支援体系の確立や、就労自立に向けた取り組み強化などの施策を早急に具体化、今月中に中間取りまとめを行い、秋までに戦略の策定を完了させるよう検討を続けていきます。これらの取り組みについては、古川大臣が全体を取りまとめる形で日本再生戦略にしっかりと反映させていただきたいと思います。